ここが制御室か。元議長、今すぐフェイスを止めるんだ。キース様のように器用には操れませんが、使者といえどある程度のマクロで動かすことができます。元議長の権限があれば3000機全てのフェイスをこの場所から起動できる。お前らセイラ、ギリギリの呪力でよくやってくれた。3000機のフェイスは間もなく起動する。強化様、残る9機門は強化様一人だけにございます。どうか我らの悲願、ゼレフ教のもとへの帰還を果たしてくださいませ。ああ、そなたの魂と共に必ずフェイスを止める。ゼレフのために敵を滅する。なんだこれは。どうしたの、ナツ。この声。違いねえ、悪のロギアだ。さすがに想定外だ。奴が来るとは。強大な魔に釣られてきたか、それともゼレフを追ってきたのか。反応してる。そうか、奴の狙いは END。 END を恐れている。復活の前に破壊しに来たというわけか。面白い。ナツ、時が来たようだ。イグニール、お前なら必ず END に勝てると信じている。イグニール、なんでイグニールの声が。アクノロギアは俺が何とかしよう。今まですまなかったな、夏。俺はずっとお前の中にいた。今は全てを語る時ではない。まずはアクノロギアを排除する。生きよ、夏。夢でも見てるの、父ちゃん。どうなってんだこりゃ。おい、サラマンダ、あれがイグニールなのか。お前の体の中にいたってどういうことだ。知るかよ、ずっとずっと探してたのに。ふざけんな、イグニール。バカが、話は後と言って今言え。なんで急にいなくなった。しかも俺の体の中にいただと。ガジルやウェンディのドラゴンはどこだ。777年7月7日に何があったんだ。ナツ、邪魔だ。邪魔ってなんだよ。久しぶりになったのに言うセリフか。言ったろ、積もる話は後だ。お前はお前の仕事をしろ。仕事だ。
ギルドとかいうのに入っておるのだろう。俺が正式に依頼する。 END の書を奪ってこい。なんで俺がそんなことを。お前にしかできないことだからだ。それに奴は今回の騒ぎの首謀者だ。それだけで戦う理由にもなるだろう。いいか、決して本を開くな。破壊することも許さん。奴から奪うのだ。報酬は？何？当たり前だろ。ギルドで働いてんだぞ。お前の知りたいことすべてだ。引き受けた。行ってこい、ナツ。ああ、絶対約束守れよ。もうどこにも行くなよ。おう、約束だからな。燃えてきた。闇の翼アクノロギア、炎竜王イグニール、このバルドギールの計画を邪魔させるわけにはいかんぞ。策は過失修正された。滅びるのは貴様らだ。忘れられし種族よ。強化、聞こえているか。マルドギール様。ドラゴンが厄介だ。フェイスの発動を早めることにする。今は制御室にいるな。はい、しかしキースもセイラもやられ、議長を動かせる者がいません。案ずるな。起動している段階ならば発動を早めることは貴様でも可能だ。制御室の中央メインラクリバー、それに貴様自身が生体リンクするのだ。生体リンク。貴様自身がフェイス発動キーとなることでフェイスの発動を早めることができる。フェイスさえ発動すれば魔導士の無力化は無論、予想ではドラゴンの生命力も奪える。そしてマスター END が復活する。我々の勝ちだ。さあやるんだ。マルドギール様、こんな膨大な魔力とコナタの呪力を生体リンクさせたらコナタは死にます。それがどうした。死を恐れるのか。いいえ、タルタロスの悲願成就のためならこの命少しも惜しくはありません。全てはゼレフのために。生体リンク完了。今コナタはフェイスの発動装置と一つになった。何？何のために？あいつ合体したの。フェイスの発動を早めるためか。単純な構図になったな。コナタを殺せばフェイスが止まる。フェイスが発動した後コナタも死ぬがな。大した自信だな。自分が負けることは想像していないというわけか。いかにも、そなたはまだ知るまい。旧気冷静点強化、真の姿、エーテリアスフォーム。そなたにコナタは倒す。コナタの呪力は強化。時間ごとに無限に力を増す悪魔。クラウトよ。早く蹴りをつけねば。厄介だな。ダメ。急ぐぞエルザ。分かってる。フォトンスライド。
天井は。セイラの力を使う。くらいなさい。どんな手を使ってでも家族を守ってみせる。天神のドボーン。ね、ウィルスリー。レルス、エルカンティア。ヤグド、リゴール。あなたは人間の通覚を強化するのだ。発動と同時、我々は全てゼルフである。仲間と共に歩く道を諦めた。黙れ。そなたの通覚をむき出しにした。それは風。思い出すよな、エルザ。じきにこの世を去るコナタの最後の災難だ。まずは視覚を奪う。次は触覚、味覚。そなたは殺さん。し、毎日毎日ゆく羨ましいな。痛みとバカな、見えてないはずだぞ。これぞエルス。まず聞いてないのか。味覚、嗅覚、そして聴覚。耳
ジーソードと。カソミニジーソードと。ただこの剣を振るうのみ。よし、何度でも行くぞ。行くぞ。カソ行くぞ。カソ行くぞ。太陽の剣。カソ行くぞ。風神の鎧。剣。風神の剣。行くぞ。太陽の剣。カソ。これで終わりだ。風神の剣。王国の総神。不祥の悪魔が己ありえん。五感すべてを封じたのだぞ。こなたの姿は見えてない。なぜこなたの場所。六感七感としか言いようがない。五感すべてを奪われたことで、もっと簡単に説明。エルザだから納得。こいつ痛みは強すぎる。妖刀ベニザクラ。時間が。とどめを刺さねば。何者か。俺はドラゴン。その本はもらう。フェイス。ほう。だからお前を。あまり調子に乗ら。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン。消えよ、ドラゴンの子よ。一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。何？空にドラゴンが2頭目の前。我が城を好き勝手に飛び回りおって、マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。よかったな、これで人間。まだドラゴンが生きていたと。おお、やっと口を引き。貴様を我が敵と認識。燃え。まずお前をぶっ倒す。そんでイグニールに燃えてきたぞ。
茨の園。うっ、茨思考を鈍らせる。長らくマスター E.M. で死怒りというさて。マルドギールはマルドギール。この感情は再び忘れなければ。なんだ。不気味な力を感じ。来るぞ。少しだけ見せてやる。イバラの園。スティング行くぞ。出せろ。エリの行くぜ。白龍の行くぞ。強敵と認めたのだろう。任せろ。行くぜ。エリの斬撃。白龍の手行くぞ。ユレンカリュウス。集え、妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するためにエアリークリッター。エリューの白龍の矛。そこだ。熱流奥義オーリーノバ。カ
茨の園。茨。みんなは守ります。グレンカリューズ、エリューの王様。そこだ。カリューの絶景、それが限界なら諦めた方が。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもし、ここなら思い切り戦える。戦う、貴様は破壊す。言ってなかったか、マリ。あの本か。今はあのような姿だが、 END はタルタロスの末、 END が復活することで我々はゼレフの元に。下船の、生きたければお前一人。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるか。我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念、遺伝子レベルの命令なの。ゼレフの元に帰る。ゼレフに会いたい。ゼレフの、ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたい。ゼレフを殺すために生まれし、そう、END はその最高傑作だ。魔力があふれるアースランドにおいて絶対に解かれることのない。しかしその封印もフェイスによって、そしてゼレフを倒す、それが我々の念。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに。君たちは目的地まで歩くとき、冥府に咲く監獄の花、大事なもんなの。グレイ、グレイさん、この魔力、貴様な、お前を倒すためにここに来た。デビルス、なんだそりゃ。熱竜は竜を撃ち、熱磁、悪魔を倒す魔法だ。これはシルバー。いずれ裏切ることは分かっている。それがどんな形になろうと、運命とは実に面白い。そこだ。グレイも来たし、イグニールのマフラーも戻ってきた。よっしゃ、本気でいっか。グレンカリュー君、オーリーレイ。そこだ。イバラの園。花はいくらでも呼べるのだよ。冥府に咲く監獄の花。大丈夫か？ボロボロじゃねえか。私決めたんです。ああ、
俺たちは止まらねえ。ずっと進み、人間が何人集まろうと、監獄の花、茨の園、茨ヒール、助かる。その力、400年ぶりに END が目覚めるのだ。我が名はマルドギール・タルタロス、冥府の王にして絶対の悪魔。夏、ああ、分かってる。フェアリーテイルの名にかけてお前を倒す。来い、人間だ。悪魔に背いた人間の末。エア・ユグドラシル、これがタルタロスの向こう側の世界。これがタルタロスの向こう側の世界。ドラゴンフォース、
弱戦。ビビることはねえ。絆の力を見せてやる。ゼロの破天。楽しませてもらった。その昔、一なる魔法により魔法は誕生し、その歴史の中で END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法、その力の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ、その全ての負の感情が力となる。生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。呪法こそが全てにおいて上位の力。煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。死なるゼレフを殺すには生と永遠に無となる。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。あとは ELB。神が悪魔化しているシルバーの力か。未来を作るために、人間ごときにグラーイ。削り取ってやろう、貴様らの感情まで。
ホーリーレイン。死の記憶エメントモリ。ナズ、遅れてごめんなさい。ルーシー、あや、うん、あいつを倒すんだ。今さら精霊魔導士がバカにすんな。の向こう側の世界。イバラ。冥府に咲く監獄の花。守る。これを使う。ありがとな。開け。ここだの扉。イラ。助かる。Yeah!
の向こう側の世界、茨、ジャラ、冥府に咲く監獄の花、と破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。グレイ！ヒューマンゼロの波及。
やったな。いや、まだだ。そうだった、あの本。悪いが破壊する。ふざけんなよ、てめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつ、そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつ。イグニールと約束したんだ。断る。なんだ、まさか。まさか。そんな、大陸中のフェイスが発動。どうなるの。この大陸中の魔力で世界の終わりが。これはまだ始まりに過ぎ、魔法の消滅、最強のエーテリアスが復活するとき。諦めるな。グランディーネ、メタリカーナ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラゴンもいるのか。解放されしドラゴンが、イシュガルの空を待っておる。こんな奇跡。すげえ。ベースが次々に消えていく。ドラゴンたちが大陸中のフェイスを壊した。 END の復活は阻止する。バイスロギアは生きていた。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネ。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。それには2つの理由があった。1つ、もう1つはこいつを。かこいつのことだろう。グレイ、約束したんだ、必ず END。 消えた。この本は僕のものだ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ。だがアクノロギアという邪魔が。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、そのあの野郎、本を持つゼレフ。ナツ、今のイグニール。我々ドラゴン一つは話した通り、お前たちの理由、それによってお前たちは今後、今までいかなる時も姿を現さなかったのはこの抗体を作っていたからだ。そして我々の負の遺産、アクノロギアをこの手で倒すため機を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろ、イグニール。来てはならん、アクノロギア。構わねえ、俺とイグニールが組めば。俺はこの時を待っていた。過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する力をもらったんだ。イグニール。
コーチ、約束したったらもうどこにも行かねえって。約束破るなよ。俺ずっと探してたんだぞ、ジン。書けるようになったんだ。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。仕事もやってる。俺はもっと話がしたいよ、イグニール。時はどうするんだ、教えただろう。分かってる。じゃあやってみろ。立ち上がるんだ。俺はずっとお前と一緒にいる。今までもこれからもずっとだ。もっと見せてくれ、お前の成長を、お前の生きる姿を。ああ、俺はもっと生きていく。俺はもっと強くなる。俺がアクノロギアを倒してやるんだ。そうだ、未来を語れ。それが生きる力だ。ハッピー、貯金あといくらある？13万10円だよ。あい、金庫盗まれなかったらいい。まあ、はい。問題はこれだな。
お父様を操っていたネクロマンサーを倒してしまったのは。お前が？ジュビアはもう、グレイ様は、ジュビアは、もう、お前が、ありがとう。グレイ様。嫌な記憶を思い出してしまった。裏切られ、騙され、お前なら大丈夫だ。大丈夫。お前は人の強さも弱さも、俺たちは闇の道を行く。その時は震えが、あ、人の気配がする。また私の部屋にか。と一緒に修行の旅に出る。みんなによろしく伝えといてくれ。じゃあな、ルーシー。な、何よこれ。勝手に旅に出るとか何考えてるの。そんなことしたら死じゃない。バカ。ガキどもは自らの道を選び、フェアリーテイルを解散させる。羽ばたけ、ガキども。みんな、ごめんな。僕を超えてみるんだ、夏。